はい、では行書いきますね。最初の鳥の第1画目の打ち込みはちょっと強くいきますね。強くいきましょう。強く書くときってのは逆筆に入りますね、筆がね。点は3つでも構いませんね。気持ちの中でつながった感じを、いつも次の線に向かって気持ちが動いてね、そういったものが無理のない連綿につながってきますね。体で書くようにね、この小手先の手首を使ったりそういったものではなくて、体全体といいますかね、腕を使って書くという感じで心がけてくださいね。動きがね、動きを損なわないように書いてください。はい、草書ですが、草書はですね、草書に限らずそうなんですが、お手本を見て筆がどういう角度で入っているか、スッと落とすように入っているか、逆線に入っているか、しっかり押さえ込んでいるか、そこをよく見るだけでも変わってきますね。で、このお手本の場合、鳥という字ですが、最初の一画目は少し逆質に回り込みも書いてます。こうですね。で、筆の先を、筆を落としたり沈めたりの繰り返しです。スーッと落とすようですね。ここでグッと入れ直すですね。かなり動きが、字が単純なだけに動きで見せるっていう意識が必要ですね。